2012年の阪神タイガースでは、2012年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。2012年の阪神タイガースは、和田豊監督の1年目のシーズンである。前打撃コーチの和田豊が新監督に就任、ヘッドコーチに有田修造、和田の要望で外野守備、総類コーチに関川孝一を迎え入れ、ファームからは、矢部啓一投手コーチ、 高橋光信打撃コーチが昇格した。投手陣は、チーム在籍9年間で80勝を挙げた、下柳強が自由契約となり、楽天に移籍した。野手陣では、ドラフト1位で、伊藤早田を指名した。また、球団設立以来初めてキャプテン制度を導入し、野手に、鳥谷隆、投手に、藤川球児がそれぞれ就任したペナントに入ると、統一級により、 野手陣の打撃成績が前年比より、さらに悪化。それでも交流戦が終わるまでは、投手陣の踏ん張りでなんとかこう終わり前後にいたが、交流戦明けにカード目の中日戦から8月半ばの広島戦までの36試合で8勝26敗2分で、ペナントから脱落する。7月3日の広島9回戦では1点リード9回、西に3塁の一打二0点のピンチで打者を3、 ストライク目の空振りを取ったものの、保守が補給できず弾いて、カールゾーンを転がっている間に、二者生還し、逆転負けを喫するなど噛み合わない日々が続き、主力の怪我、8月17日のタイヤクルト戦では、マット・マートンが守備でのミスをめぐって関カ川と衝突した、目星若手も、ほとんど出てこず、終盤は、DNA とのゴ位争いに終始した。金本明が現役引退し、 成績低迷の責任を取って、有田と一軍打撃コーチの片岡敦氏が辞任、中村克弘が9月5日付で球団初のゼネラルマネージャーに就任した。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。 入団対談色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。